が見たくないのではなくて、その調子に入れるので、1分前で大丈夫です。一方対一方で言えば、秋原が一歩出身だ。将来発生で6号から6号から楽に出し、最終日に連勝に勝ち上がる。2号手の上が秋原です。最高点で行ったのは、本庄で発生では2号から2位です。さあ、進化させて6号手の使用率が、5号手の落とし、そして6号で坂本龍司スローが固まってまいります。1曲の内訳の3選手1分間ラッシュデーが6号6と並んでまいりまして枠内で3対3に進みたいと固まってまいりました。さあ準備をしたら回ってきましてスタート1分の前で第10号を特別するバスに1戦です。Thank you.